きな拍手お願いいたします。初代コーラスであったペコさんの私が後輩というこの関係性を守り続けております。そしてあちらの永村かおるさんと私めは石井達也さんでつながっておりますからけれども、そして永村かおるさんとペコさんはチューブという夏男のバンドでつながっております。こういった3人がですね、本当に親しい意味の感じているコメコメクラブというバンドのコンサートに、あれは2019年1月11日の寒い夜のことでございました。コンサート終わりまして3人で居酒屋さんみたいなところでね、盛り上がるわけです。アクター、その時にカオルさんが、よしえさん、せっかくねこうやって3人で歌う女性3人が、その時3人で集まるの初めてだったんですね。せっかくですから何かコーラスハーモニーしませんかっておっしゃって、そうね、私たち長いこといろんな方のサポートやってきたので、その方たちに対するリスペクトですとか感謝の気持ち込めて、なんか私たちでそのカバー曲をなんかボサノバみたいなのでアレンジしても素敵かもねって言ったら、カオルさんが、よしえさんいいと思いますっておっしゃってボサノバもいいんですけどサバンナどうですかっておっしゃって、サバンナ、サバンナあの時さ、カオルさん、はい、本当はサンバって言いたかったのよね。本当はさ、サンバって言いたかったんでしょ。そうなんです、本当はあの時サンバって言いたかったの。私本当ごめんなさいね、サンバを言いたかったの。サンバがサバンナになって、じゃあ サバンナでいいかっていうか、スウィーサバンナ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 、いたしました。この人たち何言ってるんだろうかというようなお気持ちがちゃんと伝わってきておりますありがとうございます。それではサバンナ結成のきっかけとなりました、あのコメコメクラブの名曲、あの曲をカバーさせていただきたいと思います。君がいるだけで、
それでは、はい、皆様大変お待たせいたしました、はい、いよいよこの方に登場していただきましょう。こんにちは、松田恵美です。皆さん今日はね、湘南祭りに来ていただいて、私もとってもね、来ていただいたこともそうですけれども、私がねこう招待されたこともとても嬉しく思います。なのでここのこれね、いつかね後ろから本人出ると思うんだよね。そうですね、まあそういうわけでですね、この海にぴったりなユーミンのナンバーをお送りしたいと思います。はい、夕涼み。Hey, dream.
の時にさ、はい、飛ばさないでもらって何を追いかけなかったんですか。ちょっと、ね、髪そのまま飛んでっちゃうの。はい、飛んでっちゃうんですよね。そうなんです。ありがとうございます。すみません。まあ、そこでね、あのみんなリラックスもできるということで、はい、まあ、助かってます。はい、カオルちゃん、はい、はい、よろしくお願いしますそれではここで改めまして、はい、素敵なミュージシャンを紹介したいと思います、はい、キーボード柿崎陽一郎私コーラスを生まれて初めてしたのが久保田敏信さんなんですけれど、もうその頃から三十数年お世話になっております。柿庵ありがとうございます。また8月から久保田さんのツアーが始まるそうで、よろしくお願いします。柿崎陽一郎。そしてこの可愛らしくてこのかっこいいパーカッション小久保理沙。リサちゃんはね、あの実はあの、石井達也さんで何回かね、はい、ご一緒させていただいてます、ね、はい、それでは最後にご紹介いたしましょうか、はい、この方、ギタリストでございますけれども、ただのギタリストではございません。そうなんです、はい、皆さん驚かないでください。このギターを弾くだけではないんです、この方は、はい、なんとうちのこの永村薫のご主人までやってらっしゃる。ご苦労様でございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ギター、古澤まわる。ありがとうございます。まあ立派な方でございます、はい、ありがとうございます、はい、そして私、あのおしゃべりばっかりしておりますが、清水義江と申します。よろしくお願いいたします。そして私、小判田永村薫です。よろしくお願いいたします。そして私、松田恵美です。サバンナの浜田ペコ美和子です。よろしくお願いします。さあ、あのサバンナはですね、最初のライブっていうのが実は茅ヶ崎なんです、はい、ですからとってもお世話になっている
場所でゆかりのある場所でございまして、はいはい、実はうちの CEO 永村薫はですね茅ヶ崎の北口を降りたところにですね、はい、コロトムクスというレストランを経営されてるんですけれども、はい、そこライブができるんですね、はい、でそちらで歌わせていただきましたが、はい、私たちの最初のライブです、はい、でうちの CEO はなぜ CEO っていうかって言いますと、はい、どうぞ茅ヶ崎駅前おっかさん。ありがとうございます。皆さんこれ覚えて帰っていただけたらよろしくお願いします。 CEO、 はい、ありがとうございます。それでは本当にこの烏帽子岩を眺めながら、はい、まさかこの方たちの曲を歌えるとは清水は思っておりませんでした。ありがとう。はい、はい、もう感無量でございます。ありがとう。それでは茅ヶ崎が生んだ国民的歌手、桑田佳祐さんの弾きサザンオールスターズの曲で涙のキスお届けします。違いますかすいません。ではこの名曲をお聴きたいと思います、はい、真夏の果実白くじ中も好きだいて、 You
ユーミンというご声援をいただいております。ペコちゃんの方から、はい、ありがとうございます。みんな可愛いよ。どういたしまして。はい、まあ、嬉しいですね。ありがとうございます。先ほど の清水がちょっと先走りまして、ネタバレをしましたけれども、次の曲は先ほど紹介しましたね。まあ、飛んできます。もうどんどん飛んできます。大丈夫ですか。はい、大丈夫。あ、大丈夫です。はい、まあ、そういうわけで、はい、本当になんか今までなかなか湘南に縁がなかったような気もしたんですけれども、はい、このサバンナのおかげで、そしてうちの CEO、ね、のおかげで、はい、ありがとうございます。また茅ヶ崎に、はい、サバンナいかがですか皆様。いいよ。ありがとうございます。今度またぜひいろいろね、はい、行きたいと思ってます。今度今年、はい、今年のちょっと離れますけれども、ね、9月の16日、はい、はい、東京は銀座でございますけれども、はい、銀座ゼロというところで、はい、9月16日敬老の日にやらせライブをさせていただきます。はい、はい、甲骨のサバンナかなんかタイトルにしようかなと、はい、ぜひぜひ、もしよろしかったらいらしてください。よろしくお願いいたします。いらっしゃってください、はい、それでは、はい、いよいよ、はい、あの曲を歌わせていただきます、はい。皆さん暑くないですか。大丈夫ですか。暑いですよね。暑いですよね。水分取りながら、はい、それでは本当に行きましょう。はい、はい、本当にあの曲をやってます、はい、涙のキス。
一度誰よりも愛してる。さよならは言葉にできない、それは夏の定め。涙のキスもう一度と。幸せな時は、はい、ですあっという間に過ぎますね、はい、あっという間です。本当にありがとうございます。今日気持ちのいい日で、はい、とっても晴れて、はい、でも皆さんまだね、ユーミンっていう声がいらっしゃるか暑いと思うんですけど、はい、それでは、はい、最後の曲になってしまいました、はい、この、茅ヶ崎のサザンビーチって思った時に、はい、もうこの曲は絶対にやりたいねって言って、はい、持ってきた曲です、はい、聞いてください、はい、桑田佳祐さん、桑田佳祐さんです、はいはい、風の歌を聴かせて。
また聞かせて。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この歌お待ちしてるのが愛しのレディです。はい、はい、お楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございます。サバンナの皆さん、どうもありがとうございました。皆さんもう一度大きな拍手をお願いいたします。